不安に思ったりした時は砂浜をわーって走ると気分がすっきり。ああ、ロミオ、あなたはなぜロミオなの？もしあなたが私に愛を誓うなら、私はキャピレットの名を捨てましょう。おお、ジュリエット。なんですかこのステージは。なんですかって、ロミオとジュリエットだよ。見て、あの二人の衣装ね、小鳥が作ったの。エリちゃんの金髪に映えるブルーのマント、最高でしょ。あ、ついにバルコニーから抱き合うシーンだ。そこだ、やっちゃえ、エリちゃん、ロミオ、押し倒せ。押し倒せって、そんな。うん、すごいすごい、やっぱりこういうのって最高だよね。今度はほのかまで。こういうのって、もしかしてやっぱり女同士のロミオとジュリエットがっていうことですか？違うよ、そうじゃなくて、もちろんこういう全校生徒がみんなで盛り上がれるようなイベントがっていうことだよ。去年までの音の木にはこんなに盛大な文化祭前日の前夜祭イベントなんてなかったものね。生徒会プレゼンツのステージもこんなに大盛況で、今から本番の文化祭が盛り上がるのが本当に楽しみだよ。あなたが応援してくれるから、どんな、あ、いけない、私急いで舞台裏へ行かなくちゃ。で、どうしたんですか？まだステージの途中ですが。あのね、最後の独白のシーンの前にのぞみちゃんのドレスの着替えを手伝ってあげる約束になってたの。そうなんだ、大変そうだね。そうだ、そしたらほのかちゃんと海ちゃんにお願いしてもいいかな。本当はね、その後さらに紙吹雪を撒く予定があるんだけど。え、私たちミューズが誇る2大スターの輝くステージをメンバー2人からの花吹雪で飾ってあげて。あ、了解。すごい、そしたら舞台の上の一番の特等席からお芝居が見られるね、海ちゃん。でも花吹雪？舞台上の特等席って一体どういうことですか？あのちょっと待ってください、小鳥ってば。私たちのストーリー、どんな話に。舞台の上の特等席って天井裏のキャットウォークのことだったんですね。わー、見て見て、すごいかっこいい、のぞみちゃん本当のお姫様みたい。し、あんまり騒ぐと下の舞台に聞こえてしまいますよ。ああ、私はロミオ様の永遠の愛を信じて、今この毒薬を胸に。おお、私のジュリエット、どこにいる？舞台の上がこんな風に裏方のためのスペースになっているのは知りませんでした。ところで、これが小鳥が言っていた花吹雪でしょうか？うん、そうだよ、小鳥ちゃん張り切っていっぱい作ったって言ってたけど、うひゃー、ふわふわだね、気持ちよさそう。ニコに教わって夜鍋して作るなんて小鳥らしいです。それでクライマックスのシーンでこれを二人の上に巻けばいいわけですね。うん、あ、そう言ってるうちにいよいよ来たよ、ロミオとジュリエットのキスシーンが。キスシーン？うちの実家は旅館をやってるんだ、立派な旅館じゃない。キスシーンってどういうことですか？まさかあの二人が本当にキスするわけじゃないですよね？どうなんだろう、その辺はほのかも知らないよ。キスするフリだけにするのかな。でもさ、フリだけでもこうやって見てるとドキドキ。
ジュリエットに永遠の愛をチューンなんて。ほのか口つられて尖ってる。あ、でもね、ウイちゃん、エリちゃんたちは来年は私たち2年生にこの寸劇を引き継いでほしいと思ってるらしいよ。え、私たちにですか？そうだね、もしこれが私たちだったら試しにちょっとやってみよっか。ほのかがロミオで、ウミちゃんがジュリエット役ね。おお、私の愛しいジュリエット、君がいなければこの世は暗闇も当然だ。ちょっとほのか、近いです、近いってば。君は私の太陽、私のすべて、私の永遠の愛を君に。ちょっとほのかってば、そんな風に抱きしめてきたりしたら。寒いって言うから寒く。おお、私のジュリエット、今こそ私のすべてを君に捧げよう。だからさっきから言ってますけど、顔が近いですってば。ほのか、どうしよう。紙吹雪の入ったカゴがひっくり返って丸ごと舞台に落ちてしまいました。ものすごい量の紙吹雪で、なんかもう下の舞台がよく見えないんだけど、大丈夫かな。おそらく大丈夫なわけは。こら、何やってるのよ。もうこれじゃ盛り上げるどころか罰ゲームじゃないの。一体何よ、この本物の北国の吹雪みたいな紙の量。肝心のラストシーンをめちゃくちゃにして一体どういうつもり。あかん、動き回るから埃はめっちゃ落ちてくるし、紙吹雪はこんなやし。もう結局ジュリエットが生き返っちゃったじゃない。ごめん二人とも。でもジュリエットが生き返ってハッピーエンド、めでたしめでたしだね。お二人ともお幸せに。エンディングには私たちミューズの曲が流れていました。明日からの文化祭成功するようにみんなで頑張らなくちゃですね。